軌道上炭素観測衛星とは、アメリカ合衆国の地球観測衛星、及び、それを用いた観測ミッションのことである。NASA は、宇宙から、地球全体にわたる大気中に酸化炭素ガスの量を、観測しその情報を提供することを予定していた。初号機は、2009年2月24日の打ち上げに、失敗し、失われてしまった。 オコ衛星を軌道へと運ぶトーラス XL ロケットの上昇時にペイロードフェアリングの分離に失敗したのである。フェアリングの投機に失敗したことで予定通りにロケット全体の軽量化ができなくなった。フェアリングによる余計な重量が重んだためロケットはオコ衛星の投入に必要な軌道速度に到達することができなくなりそのまま大気圏内に落下し、 南極近くのインド洋に墜落してしまった。NASA の2010年度予算要求は、オコ衛星の代替品の開発と打ち上げのために1億7000万ベイドルを盛り込んだ。計画当初、オコ衛星による計測は二酸化炭素の発生源と吸収源の地理的な分布を地域的スケールで見るために十分なほどの正確さになるであろうと考えられた。観測データは、 全地球規模での炭素循環がどうなっているのか、そして温室効果ガスの存在度と分布状態に影響を与える自然のプロセスと人類の活動がどう影響し合うのかという疑問への理解を深めるために役立てられるだろうと考えられた。地球温暖化を研究していた科学者たちは当時二つの疑問を考えていた。大気中での二酸化炭素の発生量と分配量は 将来において、どのように変化するのだろうかまた、発生量と分配量の変化による地球の天候に与える影響が、どのようなものなのだろうかオコの計測でもたらされたデータは、研究を進展させ、これによって、この二つの疑問を解く手がかりを見出し、もっと信頼できる形で、気候変動の推移を予測することが可能になるだろうと、期待されていた。 地球観測衛星隊列、オコ衛星はオービタルサイエンシズ社で製造された。カリフォルニア州デンバーにあるバンデンバーグ空軍基地から、トーラス XL ロケットで打ち上げられた。しかしながら、ペイロードフェアリングを、ロケット最終段から分離するのに失敗してしまった。ペイロードフェアリングとは2枚以外の貝殻の形をした、カバーであり、ペイロードである、人工衛星を、ロケット上昇時に、 それが切り裂く大気からかかる、大気力、及び空力加熱から保護する役目がある。これがついたままになってしまったことで、ロケットは当初予定していた軌道を飛ぶことができず、最終的には、高度が足らず、難病用に墜落してしまったものと思われる。NASA の広報官、ジョージ・デラーは、我々は、今夜の打ち上げを成功させられなかった。これで、 炭素観測ミッションを成功させることはできなくなるだろうと発言した。オコ衛星が稼働する2年間、オコ衛星はほぼ極軌道に近い軌道である太陽同期巡回機軌道を回る予定だった。搭載機器類が地表のほぼ全域を16日間ごとに1回の頻度で観測することを可能にするためだった。オコ衛星は一連の他の地球観測任務についた衛星と 感覚を分けて並んだ一列の編成で緩やかな編隊を組んで飛行するはずだった。これらの衛星隊列は地球観測衛星隊列として知られている。この調整された飛行形態は研究者がオコ衛星で得られたデータを他の衛星に搭載されている別種の観測機器で取得されたデータと関連づけることを可能にするためのものだった。 とりわけ、地球科学者たちは、オコ衛星のデータと、NASA のアクア衛星上の大気赤外サウンダで得られた、データを付き合わせることができたかもしれない。ミッションにかかるコストは2億8000万 US ドルだった。NASA の地球システム科学先駆者計画の支援を受けて行われたものだった。カリフォルニア州パサデナにあるジェット推進研究所が、 NASA 科学ミッション局として、オコ計画を管理運営している。オコ衛星は、宇宙空間から、大気中の二酸化炭素の量が、どのくらいあるのかをとても精密に測定する、観測機器を一つ積んでいた。この観測機器は、3台が並列で動作し、3台とも、共通の望遠鏡から光を送られ、課題を共有し合った、高解像度な分光計で構成されていた。 この分光計は、すべての電磁波のうち、肉眼では見えない、近赤外光領域で観察したときに、地球表面の同一な地点から反射される、太陽光が二酸化炭素と、酸素分子それぞれの分子に吸収される様子を、同時に計測できるように作られていた。太陽光が、地球の大気圏を透過し地表で反射する過程において、大気圏を構成する気体の分子は、 光線の中で特定の色、つまり分子の種類によって決められた単一の波長の光を吸収する。もし光がプリズムなどで虹色に分けられるとしたら、それをスペクトラムと呼んでいるのだが、大気の中に含まれるそれぞれのガスによって吸収された特定の色は暗い一本の線として見えることだろう。種類の違うガスはそれぞれに対応した色を、 吸収するので、吸収された色の線の並び方はその分子が明確に何であるのかを示すスペクトルの指紋のような役割を提供するのである。オコ衛星の分光器はそれらの分子の指紋を検知するよう設計されていた。三台それぞれの分光系は光の色の特定の領域における吸収を計測するよう調整されていた。それぞれの帯域は 数十本の吸収線を含んでいた。それらは二酸化炭素か酸素分子のどちらかが光を吸収したために起こるものだった。各スペクトル線で吸収された光の量は太陽光の通り道にある分子の数に比例して増減する。オコの分光系はそれぞれの線で吸収された光のごくわずかな変化の量を超高精度で計測していた。 これらの情報はすぐに研究に回された。そこで、大気圏の最上層部から地表までの光の経路に、ある分子の数を分析された。もし、測定するその場所ごとに二酸化炭素の量が、違っていたら、赤外光を吸収する量も、同様に変化するはずである。それらの変化を正確に捉えるため、計測機器は、秒速4マイル以上のスピードで、奥衛星が、 地球の上空を一周回飛行するごとに3回ずつのタイミングで、それぞれの分光計から得られたスペクトルを記録し、この情報はすぐに地上へ転送される。そこで、オコ衛星が集めた核画像をもとに4つに分けられた指紋からに酸化炭素の濃度が推定される。それらの空間的に変化にとむに酸化炭素の濃度の推定値はすぐに解析に回される。 二酸化炭素の発生源と吸収源を推測するために分析には天気予報にも現役で利用されているような大気の半地球輸送モデルが使われる。オコ衛星の装置はカリフォルニア州ポモーナにあるハミルトンサンドストランドセンサーシステム及びジェット推進研究所で開発された。オコ衛星を搭載した。 トーラス XL ロケット打ち上げの瞬間トーラス XL ロケットはペイロードフェアリングの分離に失敗し、このために打ち上げは失敗した。ペイロードフェアリングとは別名を衛星フェアリングともいい、2枚以外の殻のように2つに分離できる構造をした人工衛星の多いである。これは人工衛星、探査機、宇宙船等のペイロードを ロケットが打ち上げ前の発射台にいる時と飛行初期の濃密な仮想大気を突っ切っている最中に保護する役目をしている。フェアリングは一般的に我々がロケットと聞いて思い浮かべる衛星、打ち上げロケットにおいてロケットを構成する部品としてごく当たり前に使われている。通常は空気の断熱圧縮による加熱が ペイロードにダメージを負わせる心配がないほどの高度まで、ロケットが上昇してから、できる限り早い時期に切り離されるものである。等フライトにおいて、ペイロードフェアリングは2段目が点火した後、しばらくしてから切り離されるはずだった。フェアリングがあることによる、重量増加分は、大きくて重い初段ロケットが噴射している間は、飛行に影響をそれほど及ぼすものではなく、 重要な要素ではない。しかし、目に見えて、小さな三段目が点火するときでも、もし、ロケットに、フェアリングがくっついたまま残っていれば、その余計な重量により加速が抑えられ、衛星が、軌道投入されるのに必要な水平速度を得られなく、なってしまう。その結果、弾道飛行経路を取ったペイロードは、難病用の木図と化したのである。 打ち上げ後17分後のことだった。オービタルサイエンス社のトーラスロケットの責任者である、ジョン・ブルーバイラーは次のように言った。軌道投入できなかった。機体から得られたデータは、ロケットが軌道到達するのに十分な力を出せなかったこと、そして南極大陸からほんの数キロだけ離れた海中に水没してしまったことを示している。科学者の皆様方には、 間違いなく、これはとても大きな失望である2009年7月17日、NASA は事故調査委員会の報告書を公表した。レポートでは、事故調は、この失敗を引き起こす元になった可能性のある4つのハードウェアが原因となって、将来においていくつかの問題が起こるのを防止するための勧告を行った。失敗に終わった2009年の打ち上げの3日後、 オコサイエンスチームは NASA 本部にオコ衛星のカーボンコピーを建造し打ち上げることを提案した。それは2011年末までに代替衛星を打ち上げることを計画したものだった。2010年2月1日、2010年会計年度の NASA の予算要求で NASA はオコ衛星の代替品を作り打ち上げるために1億7000万 US ドルを追加した。 2010年6月23日、NASA は、オコマイナス2の打ち上げにオービタルサイエンシズ社を選定した。2013年1月に、トーラス XL3110 構成で、カリフォルニア州バンデンバーグ空軍基地から打ち上げすることになったしかしながら、2011年3月のトーラス XL の打ち上げでもフェアリングの分離失敗を起こしたため、 原因が究明できていない状況ではリスクが高いとして2012年月に NASA はトーラス XL によるオコ -2 の打ち上げ契約をキャンセルして別のロケットを探すことにしオコ -2 の打ち上げは2014年以降へ延期となった2014年7月2日大体機のオコ -2 はデルタにロケットでの打ち上げに成功し 二酸化炭素濃度を示す分布図が公開されるなど、順調に観測が行われている。ありがとうございます。